はい、どうもマットです。今日もよろしくお願いいたします。本日はですね、札幌にやってまいりました。本日実はですね、私、地元に帰るということで、北海道に来ました。そしてこれからですね、札幌に来た際は絶対に行くべき場所、水曜どうでしょうの聖地にですね、行きたいと思います。ホームドアとドアがめちゃめちゃ離れてますけど、これ大丈夫なんでしょうかね。札幌の市営地下鉄がですね、なぜこんな独特な音を鳴らすかと言いますと、実はですね、タイヤで走ってるんですよ。普通の線路じゃないんですよ。はい、そして南平岸駅に着きました。はい、そしてですね、ここがですね、もともと HTB の社屋があった場所で、今取り壊しの作業が行われております。およそ2年前にですね、中央区の新しい社屋に移りました。ほんの少しだけですけど、こういうように看板とかはまだ残っております。でここは関係者の車が入るところなんですけど、以前水曜どうでしょうの企画でクリスマスパーティーでそのエビ焼いたやつだったじゃないですか。あの時に使った駐車場です。まだここにも残っておりますね。まだ残っております。さあそしてですね、例の場所にやってまいりました。ここは毎度おなじみの、あの場所ですけど、ついに来ましたね。はい、でも、これめちゃめちゃ見覚えありますよ、ここの場所。もうちょうどこの辺ですよ、ちょうどこの辺。ちょうどもうこの辺りもめちゃめちゃ見覚えありますよ。でもここでもういつものあの二人がですね、オープニングを、飾っておりましたけど、いやもう懐かしいですね。この公園にですね、実はあるものが置いてあるんですよ。それがこちらです。これですね、記念碑ですよ。水曜どうでしょうの記念碑が新しく建てられたんですよ、実は。やっぱり建物なくなっちゃうと景色すごい変わっちゃいましたね。今も中央区に移っちゃったんで、街の方がアクセスいいですけど。せっかくなんで街中に来ましてですね、もう一つの聖地、私が実は行きたかった聖地があるんで、そこ行ってみましょうか。私もですね、北海道出身なんで札幌には何度も来てるんですけど、やっぱ空気きれいですね。さあそして聖地にやってまいりました。ここ皆さん見覚えありますかね。ここですね、実はラジオ中継中に大泉さんがアメフト部に連れ去られたところの聖地ですね。そう、この辺に十勝行きの車が停めてあったんですよね。でこちらがですね、札幌市役所前です。今札幌にせっかく来たってことでですね、ここには絶対行かないとダメでしょう。でちなみに奥のビルが HTB の新しい建物です。